地図人長官、森屋資料館は、長野県千の市宮川にある森屋家の文書を保管、公開する博物館。明治初期まで、諏訪大社上者の神長官を務めた森屋家の敷地内に位置している。他、武田信玄、武田信政、武田信奈は、村上の力を、真田正幸といった武将に関する書状が、収蔵されている。諏訪大社上者の神事。 おつむ祭りの新鮮の実物復元が展示されている。資料館奥の常設展示室では、書状や出土遺物を中心とした展示をする企画展が模様されている。この企画は数ヶ月ごとに変更され、その際に展示物も一新される。開催中の企画展については、各機外部リンク先にて確認することができる。資料館の建物は、郷里出身で建築士が、 専門の藤森照信の基本設計で、藤森が自ら手掛けた最初の建築物である。森屋家の貴重な資料保護のため鉄筋コンクリートの耐火構造であるが、自然の素材や地元産の素材で建物を覆っている。例えば屋根は、諏訪地方伝統の鉄平石吹きを地元産の鉄平石を使い50年ぶりに復活させ、外壁はかつて屋根に使われていた割り板の技術を、 用いたサワラのリータ都市、内部には笑いリモルタル、手吹きガラス、炭蔵による金具などが使用されている。失われた伝統を人工的に再生しつつも、造形は独特で、土地に根付きながらも単なる復古主義ではない建物となっている。また、資料館の周辺には、藤森照信の作品である、高架案、定架案、空飛ぶ税集があり、見物ができる。内部は、 通常非公開となっている。開館時間、休館日、入館料、その他の利用情報については、下記外部リンク先を参照のこと。ありがとうございます。